In 2021, Indian Motorcycle reimagined the iconic Indian Chief. Now, three renowned custom builders are showcasing the Indian Chief's virtually unlimited possibilities to make it your own.エンジンデザインとか特にフレームネックの方がすごい自分は好きで、空冷でできてるエンジンの形があとはエンジンの形タンクの形もすごいいいと思います。どんなタンク乗せても似合うんで。 派手にいかにもカスタムしたって感じよりはすごいシンプルなカスタムにしようと思いました。っていうのは、タンクのデザインがすごい好きだったんで、デザインを生かしながらこのフレームとエンジンに合うようにやろうって思いました。まずガスタンクノーマルを幅を2インチぐらいかな、詰めて、あと縦も少し詰めて、マウントの位置は少し下げて、リアフェンダーは37年のフォードのやつを持ってきて、それをマウント作って、 このフレームとタイヤに合うように設定しました。エキゾーストパイプはもうすごいシンプルに作って、メガホン後ろのサイレンサーの方はブラッドスタイルのオリジナルのサイレンサーをくっつけて、最後はクロムメッキで仕上げてます。このオリジナルのスピードメーターがすごいよくできてたんで、それ活かしたくて、外すことは簡単だったんだけど、キープしたかったんで、ちょっとサイドマウントでマウント作って、サイドに残しております。フォークカバーとかチェーンガードはスクラッチから鉄板叩いて、 ハンドルバーもブラッドスタイルのオリジナルで、それはあとはライザーはブラスで古いタイプをつけてます。でヘッドライトに、オールドコインを埋め込んだり、ステップ周りは全部ブラスで作って、あとはヴィンテージタイヤを使って、ペインすごいシンプルにスキャロップで仕上げて、インディアンのロゴを入れてフィニッシュしました。まあすごい 全体的にはすごいシンプルで派手さはないけど、いい感じで仕上がったと思います。彼のことは、映画で、映画っていうかマッドマックスで見たことがあります。完成したバイクを彼が気に入ってくれれば本当に嬉しいです。それは常にもう渡したくないです、バイクは。 It's my baby。 でもやっぱお客さんが一番喜んでくれるのが一番なんで、それは
だからこう渡す時の表情とかどれぐらいこう喜んでくれるかがすごい楽しみです。